大丈夫だよ、元気出せよ、平気だって明日があるさ。ね。パタヤといえば、ウォーキングストリート。その、ウォーキングストリートが、壊滅状態。この、広い状況から、復活には、どのようなストーリーが、待っているのか。本日、ウォーキングストリートの看板が、カラフルに、塗り替えられました。復活への、のろしが上がったようで、すごく嬉しかったです。平気だって明日があるさ。ね。セカンドロード、セントリックシー。コンドミニアムの前に、ギャンボゲット機が、レストランにでも、するんですかね。5年くらい前に、戦場から、ニューイヤーの花火を見たのですが、街全体、端から端まで花火で、すごかったな。来年は、皆さんと一緒に見れるかな？